なんじゃ、じろじろ見よって、わしの顔に何かついとるか。わかったぞ。わしのこの姿が気に入らないようじゃな。では、これなら、ふっ。ん？この姿もダメか。ほっ。わしの姿が定まらんとこを見ると、お主の世界ではわしはわしに抱く姿形のイメージが人によって違うのでな。そのものに応じてわしの姿は変わるのじゃ。ところでどうじゃ、何か釣れたか？じゃろうな。今はまだその時でないということじゃ。釣れる時には釣れる。来たるべき時が訪れるまで耐え忍ぶこと、それが寛容じゃ。そういえばお主の仲間にも会ったことがある気がするの。まあよい、わしは部屋に戻るとしよう。ほれ、苦しゅうない。さて、ここに来たということは何か道に迷っておるな。お主、勇者の残念だが、わしにできることは何もない。勇者の力を魔王に握りつぶされたと思っとるようじゃが、力なんてもんは見えやしないし触れもできん。特に勇者の力なんてもんはな。なんじゃ、まだわからんのか。ま、今はそれでよい。釣れるべき時に釣れるように、時が来ればおのずとつかめるものじゃ。そういえばお主今溺れかけとるんじゃっけ。ま、案ずるでない。大樹が言っておる。おぬ、さて、いつまでも寝てはおれんぞ。お主は勇者、やるべきことは世界を救え。ああ、よかった。気がついた。ふぅ。海に落ちた後、わしらはなんとかお主を助け、黒い海に飲み込まれて、もう二度と戻らぬものかと。そんな時じゃった。突然、あたりが光に包まれて、お主が海の、わしは腰を抜かしそうになったがの、なんとかお主を助け、魔物の猛攻を切り抜け、ここまで逃げ。あら、どうかしたの？さっきまで不思議な場所にいた？次々と姿を変える預言者と出会う。もう、気を失ってる時に夢でも見たのね。疲れているのだろう。船員の宿舎を貸してもらえるそうだから、そこで一晩休もう。
さあ行きましょう。勇気を胸に、雷を手に、どうしたんじゃ、ぼーっと海などな。後悔という名の鎖がこの身を縛り、もしあの日に戻れるのなら地獄の豪華に焼かれても厭わぬ。誰か私の願いを受け止めて。
それでは噂通り全員が同じ夢を見たわけじゃな。なんだか必死に助けを求めてたわね。できれば手を貸してあげたいけど。あの戦士の甲冑に描かれた紋章は、ま、そういえば世界が闇に覆われてからユグノアがどうなったのかも気になる。なんの？はあ、グランドクロス！ふっ、たー！ふThank you.
あ、進もう。癒やすわよ。ベホイム、闇の力よ。切り裂くわよ。はっ、せっ、せい、はっ、いけ、カデちゃん。はあ、グランドクロス。せっ、うん、この場所はもともと崩壊しておったが、さらにひどいありさまになった。確かこの辺りじゃったか。すまんが、お主。わかったわ、これをどかすのね。ほらほら、あな、ロウ様、これは。これは地下通路への入り口。ユグノアに何か危機が訪れた時に城の外へ逃げるための。わしの読みが正しければ、この先に夢で見た戦士の手がかりがある。のせいで、この戦士はやはり、ああ、口惜しい。さて、
今だ。諦めるな、ベホイム。はい、すべて闇の呪縛燃やせ。わしに任せ。せい、すべて燃やせるのじゃ。ベホイム、踏ん張るのよ。すまんの。はあ、なんだと。皆に守りを、呪いを払わん。はっ、せっ、負けないわよ。癒やすわよ。なりほんは魔のものよ、自殺。さあ呪われるがいい。すべて燃え尽きろ。はするんじゃ。嘆きの夢を。元気が一番。それ。合点。ななんでそんなことを。もしかしてせ、やはりそうか。お主はアーウィンはこのユーノア王国、そして我が孫よ。アーウィンは、アーウィンよ、なぜお主はこの。なこ、ついに来てくれた。彼を救ってくれる人が現れるのを。この声に。あなた方のおっしゃる通り、彼は16年前ユグノアを襲った悲劇の時、彼は闇にひるむことなく戦い抜き、正義の光を。しかし今やその光は失せてしまった。今の彼は生きることも死ぬこともできない悪夢を。どうかお願いします。暗く悲しい悪夢から彼を解放してあげて。今の声は一体。この戦士の正体がアーウィンだ。しかし、
さあ、我が もしあの日に戻れるのなら。アーウィン様、この度は記念すべき祝杯の日にお呼びいただき、ご子息のご誕生は私たちにとっても喜ばしいことですわ。本当におめでとうございます。皆様ありがとうございます。本日は我が国イグノアにとって特別な日。サマディオ、クレイモラン王、お二人ともようこそイグノアへ。いやいや、久しぶりですな、アーウィン殿。このような盛大な宴での歓迎。本日の四大国会議は、ロト・ゼタシアの今後を決める重大な会議。我が国サマディだけ、のけ者にはさせませんからな。一つ、よろしくお願いいたします。四つの大国の王が一堂に会するなど、わしが知る限り、それほどご子息、伝説の勇者は我々にとって重要な存在だと。我が息子のため遠方から来訪していただき、心得四大国会議が始まる際にまたお声をかけさせていただきます。私は準備がありますので。これでデルカダル王はどこに。はっ、デルカダル王はロー様とお二人で城の、うん、デルカダール王、ロー様、そろそろ四大国会議を始めましょう。ローから話を聞いたぞ。そなたの息子があの勇者の生まれ変わりとはな。はい、息子は四大国会議の場でこんな大勢の方に祝福していただいて改めて実感しました。やはり勇者は我々にとって希望の光。話は後ほど聞こう。先に会議室へ行っている。勇者はロトゼタシアの命運を左右する重大な存在。さあアーウィンよ、そろそろ時間だ。あの、
赤ちゃんってこんなに小さいのね。ちょっと触ったら壊れちゃいそう。この子ったら。この子は勇者として生を受けた。この子が大きくなったら父親に似ていかなる困難も乗り。エレノア様に似たらみんなに優しい子になるわね、きっと。さあエレノア、もうすぐ四大国会議が始まるよ。これから行くところは怖いおじちゃんがいっぱいだけど、何があってもパパがまったくあなたったら、そう強くだ。今日みたいな特別な日に急にこんな天気になるなんて。エレノは安心してくれ。何があっても君とこの子は私が守るから心配いらないよ。アーウィン様、私はマルティナのお父さんは強くて勇ましいデルカダル王だ。さて会議が始まる。行ってらっしゃ。あの子が、あの技がある。暗黒の深淵にたゆたう光の紋章を携えし勇士老主戦記。戦記曰く、邪悪の神は古の勇者によって以前に比べロトゼタシア各地に魔物が増えたこと皆も気づい。アーサー王率いるヴァンデルフォン王国は邪悪な魔物に襲われ滅びたと聞いています。うん、このような事態の中、勇者と同じ技を持つ赤子が生まれた。これが何を意味する。邪悪な神だとか魔物が増えたとかいろいろおっしゃいますがね、こうして伝説の勇者が誕生したのですぞ。勇者がいる限りこの世界のへ。なるほどの。
ロー殿も人が悪い。先ほど語った老朽戦記か始まりの歌、老朽戦記の生命を紡ぐ命の大樹、その息吹より生まれし勇者の光、尽きることなきまばゆさで、果ては漆黒の影を打っ。それでは伝説の勇者自身が邪神を誕生させたと。夜の暗闇がなければ星が輝けぬように、光がなければ闇も、光と闇は常に表裏一体。勇者の誕生は命の大樹の福音か。言葉が過ぎますよ、クレイムラン王。勇者が悪と同等の存在などと。勇者が良い存在だとなぜ言い切れる。不吉な影は最近になって夜空を輝く勇者の星が鈍い光を放つようになったじゃろう。なんということ。わしには聞こえるのじゃよ、まがまがしい輝きの。一理ある。デルカダルオ、緩やかにだが確実に、世界には我々は上に立つ者として、ロトゼタシアに住む全ての民のため、たとえそれが伝説の勇者であっても。それはこの子を亡き者にしろ、そう言っておられるのでしょうか。息子が生を授かる直前、命の大樹から聖なる光が発せられ、夜明け前の空をまばゆく照らしました。その直後、その光に共鳴するように、光り輝くあざをその手に携えた。この子はまごうことなき伝説の勇者、大いなる闇を晴らす力として、命の大樹が与え、光と闇は表裏。よくぞ言った、アーウィンよ。もしも我らの意見に賛同していたら、即刻勇者を引き取るところだった。勇者は命の大樹の意志、我々に与えられた光の力だ。ちと意地悪が過ぎたかの。お主の誠の心を知りたかったんじゃ。許せ、アーウィン。我が国は勇者への支援を約束する。その子が16歳になった暁には、デルカダールで修練を積ませよう。勇者にはいち早く我々を導く力をつけてもらわんとな。デルカダール王、これにて一件落着ですな。まあ私はこうなると思ってましたがね。では結論は出たようだな。わ、全ては命の大樹の導きのもとに。さあ、これで四大国会議はしまいだ。勇者を待ちわびている者たちに。はい、デルカダル。それでは皆さん。あ、アーウィン様。どうした。皆様お逃げください。皆さん大変です。お、
はあ、数が多いな。しかし悪しき異形の者どもに、ここは私とローが引き受けた。そなたはその子を連れてエレノアと共に城の外に出るかだろう。しかし、案ずるな。この程度の魔物に不覚を取るほど老いぼれてはおらぬわ。出るかだろう。ご無事でいてくれました。窓から魔物の体、今は話している時間はない。この子、君たちのことは私が絶対に守る。よし、ここからぞ。感じる、感じるぞ。ユウ、どんなに姿を隠しても、その忌々しい光。私の家族には、指一本触れさせん。魔物が次から次へと。この城はもう奴らに囲まれている。倉庫にある地下通路へ向かおう。確かこの棚の後ろに。さあ、エレノア、マルティナ。よし、ここから外。ここは私が食い止める。あなた、さあ、早く行け。
忌まわしい魔物どもめ、ここは絶対に通さんぞ。ここは倒産。ギョッ、これで、マルセア、ここにもいないのか。この声は、幸いにもこの戦火の中、我が息子と妻、そうか、では逃げ延びた者のもとに。デルカダルオ、何を、デルカダール、おう、よくぞご無事で。アーウィン様。アーウィンが突然、私、そして我が娘マルティナも、なんと、ユグノア王家ともあろう方々が、なぜ。おそらく勇者の誕生が、城を襲った魔物たちの狙いは勇者を手に入れること。勇者の光に闇が引き寄せられたのだ。伝説の勇者がいなければこのような悲劇は起こらなかった。勇者は世界を救う希望の子などではない。この世に邪悪なる闇をも災いを呼ぶ悪魔の子だ。ロトゼタシアの平和を脅かす勇者を野放しにするわけにはいかん。草の根をは、違う、勇者は出るかだろう。
されなくては。エレノア、我が息子よ。我が名はバクーンモス。国は滅び、愛する家族とは死に別れ、この男のこんな絶望にはそうありつけはしない。だからこの男の絶望は一度食べたら忘れられぬ。そろそろ違う味も試したかったと。さあ感じるがいい。ここはお前の心の中にある。お前は勇者の力を奪われ、お前は誰も守れなかった。抗えぬ絶望の暗闇に落ちてしまう。聞こえますか？あなたの中にある聖なる光は、決してその光はあなたの中でひそやかに目覚めの時を待っている。闇を滅ぼすことができるのは勇者。なっ、何？おお、よかった。今、貴様が全ての元凶か。さあ、こいつを。くそ、あと一枚。バイシオン。スクルト。悪夢を味わえ。癒すわよ。わしにお任せじゃ。ありがとう。我が奥義受けてみよう。みんな起きなさい。ドルモア、眠いわ。諦めるな。すまんの。無茶は禁物じゃ。はっ、ぜはっ、ぐわくらえ。さあくらえよい。悪夢を味わえ。わしにお任せじゃ。くたばれ。ガバン。しっかりするんじゃ。
ドルモア。ベホイム。なら、いけない。リベホイミ。はっ。わしに任せ。ありがとう。絶望。悪夢を味わえ。諦めるな。癒すわよ。くたばれ。ザメハ。くらえ。パワー全開。しっかりするんじゃ。キル。はっ。ハッハッハッハここは一…その眼差し…我が息子なのか…そうか…わた…あなたを苦しめていた呪縛は私たちの息子が解き放ってくれた。そうだな、エレン。あなたにはこれからも多くの困難が立ちはだかるでしょう。あなたの中にある希望の光がきっとあなたを導いてくれるはず。さようなら。これで本当にお別れじゃな。うん？ああ、それ勇者の紋章が光り輝いておる。さあ行こう、真の勇者よ。今度こそ勝利をこの手につかむのだ。